こんにちは、トムジョーと申します。よろしくお願いします。ここでやっていきましょう。今日はですね、ラウンド1スポッチャに来てるんですけれども、で今外にいます。で中でもね、結構いっぱい種目やったんで、その様子はね、前回の動画を見てもらったらわかるんですけれども、まあ、今日は外ということで、外にもねいっぱい種目あります。まずちょっとこっち見てもらいたいんですよ。でなぜかラウンド1にトラック、ブルータータンのトラックがあるということで、で見ていっぱいのなんかマシーンがあるんですよ。多分このマシーンでね、ここ走ったり競争したりすると思うんですけど、今日僕一人ということで競争する相手がいないんですよ。だからちょっと自分と戦おうかなと思って、このマシーン使わないです。今日はマシーンなしで一周全力ダッシュしようかなと思います。でこれ一周何キロなのかっていうのと、あと何秒で来れるのかっていうのをね、ちょっとやっていこうかなと思います。じゃあ行きましょう。ということで行きます。靴もベイパーフライ履いてるということで、かなり自信ありますよこれ。自分のタイミングで押していきます。おやわせゴー。6出ました。距離なんか30メートルって30メートル、30メートルを13秒、ということで30メートル13秒6で走れたので、もしこれ抜けるよって人はぜひ挑戦してみてください。ということで、次の種目いきたいと思います。よし、やっぱねスポーツといえば野球という人もね結構いると思うんですけど、結構得意なんですよこれ。小学校の時に結構父さんと一緒にキャッチボールとか結構してたんですよ。ということで、少年野球のこのホームベースまで、ね、あっちにホームベースあるんですけど、ここから16メートル離れてます。これを150は出ないかもしれないけど、まあ、それに近いぐらいの球で行こうかなと思います。ついに一番得意種目にやってまいりました。見てください、こちらゴルフボールです。でこちらパターを持っております。ということで今回はパターゴルフをね、やっていこうかなと思います。でね、これなんで得意種目かっていうと、僕小学校の時に2、3年ゴルフ習ってたんですよ実は。だから、まあ、これはねちょっともう今までは違った風に真剣にちょっとやっていこうかなと思います。うん、じゃあ行きますね。まずそこに出してね、ここフェアウェイって言うんですけど、フェアウェイからフェアウェイがいいんですよね。こっちだとラフだから、ラフだと打ちにくいということですね。まあパターンは関係ないかもしれないけど、まあまあまあゴルフの知識は置いといて早速やっていきますか。うん、非常にいい位置に行ったということでね、こっからもう入れちゃいますよ。ですよこれはね、3回目で入れれば強いということなので、これちょっとむずいかもしれない。いきますわ。うわー、これいけっかな。あー、はい、ということでバッティングを今からやってこようと思います。で、やっぱ野球といえばさ、ね、バットですよ。あっちに男だったらぶちかましたいということなんですよ。だから今から、ね、ボタンを押したら10球ポン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 出てくるんですよ。その10球をね全部ホームラン打ってやろうと思います。まあ、ホームランは無理かもしれないけど、まあ、ヒットとか、まあ、とにかく打ち返してやろうかなと思います。時速は、90キロね、90キロぐらいだったらね
全然余裕でいけるかなと思うんで、90キロ今から全部打ち返したらと思います。スタート。よし、行きます。行きます。え、あ、もうすぐ来るんだ。行きます。いや、ちょっと待って、早いな。あんまいないと思うよこれ。痛え、しびれる。はい、ということでフットサルコートにやってきました。で、こちらのボールでフリーキックをしたいと思うんですけれども、キーパーがいるんですよね。見てください、ラウンドワン専用のね、壁山平五郎くんがねいらっしゃいますけれども、まあ、あいつめちゃくちゃ強いんですよ。もうどんなボールでも弾いちゃうというね、強さがあるんですけれども、まああいつがいるということで、あいつ以外のところに、ここからボールを蹴ってね入れていこうかなと思います。5本中5本蹴るんですけど、5本中1本でも入ったら大勝利ということでね、認定してもらえたらなと思います。1発目。わかっていいし、めちゃくちゃ強い。あー、惜しい。今めっちゃ惜しくないですか。上行きます。あー、もう行くよ、もう行くよ。行きます。いやー、あー、入ってます、入ってます。これじゃあ倒したらさ、1球さ、こっから入れていい。ラスト1球こっから入れてみるわ。見てください、この画角。こっからあれ動いてんのよ。むずい、超むずいよ。いや、もう惜しい。え、惜しくない？ちょっともう一回やらして、もう一回やらして。よっしゃはい、ということでね、何種目かちょっと忘れるぐらい結構やりました。どうでしたか？結構ハムジョできるなと思った人と、まだまだ下手でしょと思ったね、2つの意見があると思うんですけれども、まあでもたまにはね、その走ること以外にもこういういろんなスポーツとかやるのも僕的にはすごい楽しかったんで、今日来れてよかったなと思います。この陸上選手が運動音痴なのかどうかは皆さんに任せます、コメント欄でぜひ教えていただけたらと思います。はい、ということで本日はスポッチャでいろんなスポーツやってみたでした。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。次回もよろしく。バイ。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。